てっちゃん、あのプチ徹子なんですよ、プチ徹子、はい、だからそれにも乗りたかったんだと、ということにしておいたわけですね。そうそうそう、プチ徹子やけどね。だってちゃんと放送、後から見たらそれは放送が入ってて、うん、私は間違って鈍行に乗りましたって言わんばっかりの証拠、証拠動画だって。だから私もくったびれ果ててつきましたもん。どのぐらいかかるんですか、時間的に。あの、福岡から普通にハワイに行くぐらいの時間。あの、福岡から飛行機乗ったら、もうハワイに着いとうぐらいの時間かかって、水戸に行きました。7時の飛行機でしょ、はい、で、水戸に着いたのが1時ですから、6時間かかってきました。うんうん、飛行機に行ったら普通に乗って行けばよかったんですけどね。みんなどこで、うん、あのお土産買ったり飛行場で遊んだりするような時間があったんだろうなっていう感じの、うん、あれでしょ、フェイスブックでしょ、私なんか疲れとで音は取れてないです結局。あ、音が取れてなかったら残念でしたね。うん、何言ってるか分からないですもんね。失敗した。だって私カナダみたいな、ちゃんとそれぞれのみんな今までの、うん、うん、ちゃんとこうあの話をね膨らましながら話したんですよ、ちゃんと。うん、昔、あの昔がちょっと前、あの全然異業種の方でね、はい、あのこの方の話をこう絶対膨らましたいと思ってした時も、下の名前何でしたっけから、下のちっちゃいから、あ、そう、こんなのするんだったら、ちゃんと空いてる情報収集しながら、してからしろって話してるんで、そうよって言われなかった、うん。で、それはちゃんと把握しながら、下のに今度は音が取れてないんですよ。たら、それは ?1 枚 ?99 円。これが高いですよ。9.9円。隣にしたのは、全部で8800円です、うん。まあ、紙は90キロっていうやつですけどね。うんうん、あのこれよりももう一つ薄い、はいはい、あのタイプ、はいはい。でもね、カタログ用ですね。はいはいはい。まあ、ここまでこの化粧のツルツルっていうことは必要ないですけど、うん、でもペラペラダメですね。あ、ペラペラじゃないですね。あ、そう。だけあ、でもほら、やっぱこれぐらいの紙使ってますよ。ね、これよりも、しっかりしてますね。うん、ああ、なるほど。普通の広告の、ちょっといい広告あるじゃないですか。うん、はいはいはい、あの硬さです。でもさ、これとこれったら、これの方がまだいいですね。あ、これとこっちがですね。ね、うん、これ多分110台だと思います。この間作っていただいたのは、90で作りましたからね。あの、やっぱり折り目があのしっかり出ないんですよね。あの意外と硬いとですね、まあ、向こうに折ってはもらったん で、 うん、でそれでもだから1000枚で9900円。うん、あのそれ折り囲付きなんか高さん、ごめんなさい、ごめんなさい、すみません、昨日まで入ってたんですけど。何ですかそれ。人から取られちゃうんです。あの、こういうのしましたって言ったら。いや、そうよ。いや、ちょっと待って、それ。私、ごめんなさい。そう、なるほど、なんかこう、聞き苦しい言い訳。持ってくるって自分で言ってやる。これ、それ、首かしげられてもね。高塚さん、ちょっとキャラ、はぁはぁ今度持ってきます。なんでそれ持ってきてくれば、私、着工できんやん。持ってきます。もう。ごめんなさい。私も使わんよ、この頃そんなの。これ、かわいく。おじさんがかわいくしても意味ない。いやいや、まあいいですけど、捨て身の技で。